JFL 鈴鹿ポイントゲッターズの FW 三浦和義。55。外 FC ティアモヒラもター戦の後半。JFL 鈴鹿ポイントゲッターズの FW 三浦和義。55。外 FC ティアモヒラもター戦の後半終了間際に途中出場し、今季初ゴールを決めた。自身の最年長出場記録を55歳に更新するとともに、 現 J 一神ベース D の長井秀樹氏が持つ JFL 最年長得点記録の42歳を13歳以上も大幅に更新した。出場直後の自軍の右 CK 起点に、味方が相手の反動を誘い、カズがボールを抱え込んで自分が蹴るんだと、主張。自ら右足で豪快に蹴り込んだ。その後は仲間と共に代名詞の、カズダンス、お披露し、 詰めかけたサポーターを沸かせた。自身の最年長出場記録を55歳に更新するとともに、現 j 一神ベース D の長井秀樹氏が持つ JFL 最年長得点記録の42歳を13歳以上も大幅に更新した。出場直後の自軍の右 CK 起点に、味方が相手の反動を誘い、数がボールを抱え込んで自分が蹴るんだと、主張。 自ら右足で豪快に蹴り込んだ。その後は仲間と共に代名詞の、カズダンス、お披露し、詰めかけたサポーターを沸かせた。